昨年まで3年間開催されてきたアイスショーツアーを終え、スケーターとしては一区切りしていた浅田真央さん。そんな浅田さんが計画する新たなアイスショーの名前が6月27日に判明すると、この待望のアナウンスにファンからは歓喜の声が寄せられています。2010年のバンクーバーオリンピック銀メダリストで、シングルの選手では男女を通じ、史上初めてファイナルを含むグランプリシリーズ全7大会を制覇していた浅田さん。現役引退後の翌年5月からは、全国を巡るアイスショー、サンクスツアーを実施。当初、10会場程度の予定だったそうですが、各都市からの希望が増え続け、気づけば3年で50会場、202公演もの大々的なツアーに。このツアーを通じ、緊張感ややりがいを常に感じ、スケートを心から愛せて、楽しく滑ることができました、とスケート愛を語っていました。また、サンクスツアーで撮影された写真の一部は、NFT、肥大耐性トークンと呼ばれる、複製不能なデジタル資産として販売。ゲームや不動産などの分野で急成長する NFT 市場に、スポーツ界の中でも、いち早く参入していた浅田さん。そんな浅田さんは、今年3月に自身の名を冠したアイスリンク、マオリンクを、東京、立川に設立することも発表。日本におけるフィギュアスケートのさらなる発展、普及、強化を見据える浅田さんは、新たなことに挑戦し続ける姿勢を見せてくれていました。5月末には、今後の活動について浅田さんは、今、新しいアイスショーに向けて準備をしています。前回、3年間続けてきたサンクスツアーを終えて、また自分も新たなチャレンジができることを、とても嬉しく思っています。過去の自分を超えていけるように、パフォーマンスを向上させられるように、今、練習を積み重ねています。皆さんどうぞ、楽しみに待っていてください。と新たなアイスショーの企画、準備を進めていることを明かしており、ファンの方々からの期待も高まっていました。27日に明らかとなったのは、そのアイスショーの名称、ビヨンド、超えて、過去の自分を超えて進化するをテーマに掲げ、新たなアイスショーを届けていくということで、7月4日には、開催の詳細が語られるであろう、発表記者会見が行われる予定となっています。この新たなショーでは、今年2月に、何か新しいことを取り入れたいっていうのはすごくあります。シングルしかやってこなかったスケーターとしては、やっぱり相当なトレーニングをしないとできないと思います。と語られた通り、ペアに初挑戦するものと見られています。その際、パートナーは明かされていませんでしたが、このあたりについても記者会見で、浅田さんの口から語られるのではないかと見られています。6月に発表された人気スポーツ調査において、8位とフィギュアスケート女子として唯一トップ10入りをしていた浅田さん。まだまだ衰えることのないこの人気ぶりは、その素晴らしい演技に加え、いつも朗らかで明るい笑顔や人柄、向上心などがファンの方々の心をつかんでいるからなのでしょう。この報道に、ファンからは歓喜の声が寄せられていました。詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。
Thank you.